次の説明に移りたいと思います。で、革靴産業を取り巻く環境ということで、我々が考えている革靴産業を取り巻く環境のイメージというのをこういう形で作っております。で、変化がまず人の変化で、次に売り場や売り方の変化、社会の変化、海外との関係、革靴産業固有の状況ということで5つですね、革靴産業を取り巻く環境として、考えていくことができるのかなというふうに思っております。まず人の変化ですけれども、これが高齢化だったり外国人が入ってきている状況、 Z 世代と言われている若い世代の意識変化、あるいは価値観の多様化というものが挙げられると思います。で、売り場売り方の変化ということで、どういったワードがこう散りばめているんですけれども、こういったことが売り場や売り方にとって重要だというふうに考えられているのが顧客体験だったり、D2C ブランドというものが出てきて、で、またこのコロナでより EC が加速していたり、百貨店がの売り上げが下がっているという状況、また衣料品のチェーン店が拡大している状況というものが挙げられるかなと思います。で、社会の変化ということでは労働環境が変わったり、デジタル化だったり SDGs と言われているものがこう社会的な要請として出てきています。で、海外との関係で申し上げると、貿易の自由化だったり越境 EC っていうもの、あるいはサプライチェーンの構築をどうするのかっていう話が出てきています。で、革靴産業の固有の状況としては、やはりカジュアル化っていうものが引き続きテレワークも含めて結構やはり厳しい状況が続いているということ、また調達先の減少、これは先ほども表で示しましたけれども、材料だったりとかっていうメーカーが少なくなっていて、一方で生産地の集積をしていたりしますので、そういったプラス材料もあるのかな。また EC の、EC 展開が、難しいと言われている商材でもあるというふうにはこの状況としては取り上げられるのかなと思っております。次に一つ一つについて一部取り上げていこうと思っています。まず高齢化です。高齢化はどんな産業であっても非常に重要なものとして、市場の変化も含めて重要だというふうに考えられています。2065年には約 40% まで、高齢化リスクが進むと。また、これを、そういったことをですね、捉えて、この、リンダー・グラトランさんだったりとかが、ライフシフトという本の中で、人生100年時代の到来ということで、そういったことによる変化というものがプラスに捉えられるものもあるというふうに考えておりまして、一つのワードとしては健康というものに対してどれだけ皆さんが気にかけているのかということですね。健康に生きる時間が長くなったり、でそれによって長寿命化がする。でまたそういった健康を維持することによる幸福の追求、あとは柔軟な働き方というものもこれにはここでは取り上げられて、で右はよく見るとは思うんですけれども、これが人口ピラミッドで、高齢者の層がすごく厚くなっていくというふうに考えられます。で外国人の流入なんですけれども、これは浅草に皆さんいらっしゃる方が多いと思いますので、インバウンドというものを肌で感じているとは思うんですけれども、それがどれぐらい減っているのかっていうのがですね、この、2020年かなりその2019年に比べて、外国人の数が減っているということで、一方で、コロナ禍が続いてはいるものの地域によってはですね、この観光資源を生かして販売促進をしている
ところもあるので、そういったことがやはり有効、まあ、今後さらに有効になってくるので、今はインバウンドなかなか不調だと思うんですけども、やはりその準備をしていく期間であるというふうに捉えてですね、やはりどういった観光資源があって、それをどう普通につなげて生かしていくのかっていうのは非常に重要な考え方なのかなというふうには私の方では考えております。で、次に Z 世代ということで、まあ、いろんな書籍からかいつまんでいるので、ちょっと私個人だけが言ってることではないですけれども、Z 世代の特徴というものを挙げさせていただきました。で、まず96年から2015年というかなり若い世代で、購買のやはり仕方がこれまでの世代と大きく異なるということが挙げられると思います。で、それが、まあ、徹底的なリサーチをするということだったり、まあ、リサーチを、まあ、対象に応じてですね、メディアを変更して、いろんな、まあ、ところから情報を取って、購買につなげているということ、また物の所有だけではなくて、顧客体験だったり社会的価値を重視する、まあ、いわゆる意味消費だったりとかっていうものを非常に重視するような世代となっております。で、こういった世代にこれまで通り の、 まあ、やり方でアプローチしてもなかなか届かない、あるいは届いたとしても非常に分母が小さいところにしか届かないような、まあ、状況になっているということで、一方で、影響力がある世代でもあり、かつこれから、まあ、もしかすると革靴をたくさん買ってくれる方々になってくれるかもしれない世代でもあるので、今後10年20年ということを革靴の中で産業で考えていく上では、若い世代に対してどうアプローチするのかっていうのは非常に重要なものだと考えております。で、そのためにはやはりビジネスモデルを変革していく必要性があるのではないかというふうに考えております。で、続いて販売方法の変化ということで、まあ、皆さんも耳にしているとは思うんですけれども、先ほどEC の拡大ということで、右の図表の中で、オンライン販売の拡大がどれぐらい進んでいるのかということで、これは履物に限らずではあるんですけれども、衣類の業界では 1.9 兆円から 2.2 兆円まで上がる、その市場が大きくなっている。で、これは2013年から比べるとかなりEC の EC 化率も上がっていて、約 20% が EC で購買されているというふうになっております。で、次に、まあ、そういった中で D2C というダイレクトコンシューマーということで、直接メーカーから消費者にアプローチするということがこのデジタル化の中で、非常に増えている、まあ、オウンドメディアとよく言われてますけれども、自社EC モールなどでの販売ではなくて、自社 の、 自分たち の、 メディアでいかに消費者と付き合ってアプローチするのかということが、この 2C という領域では非常に重要だというふうに言われております。次にデジタル化です。デジタル化、まあ、なかなか難しいと言われて、製造業では非常に難しいというふうに言われていて、で、特に日本の製造業の中では業務の効率化だったりとか生産性の向上ということを目的に デジタル化を図るような方向性に今向かっているということが、この下のですね、DX に取り組む目的理由ということで見て取れると思うんですけれども、一方で、新製品のサービスとか提供までは難しいかもしれないけれども、既存の製品をどう DX 化してアップデートするのかということも非常に重要だというふうに考えていて、
例えば、まあ、ちょっと大きな企業にはなってしまいますけれども、DX によって既存製品を、だったりサービスをアップデートした例として、例えばキリングループのキリンホームタップというですね、クラフトビールを家庭で楽しめるというもの、こちらは今までの、まあ今まで、家庭でなかなかですね、クラフトビールは楽しめなかった方、特に例えば家庭の奥様だったりとかの、まあ、潜在的なニーズを掘り起こしたというふうに言われていて、まあ、サブスクリプションを使ったサービスでデジタル化することで、より顧客体験を生み出しているというものになっております。でアダストリアの .st というのは、まあ、あまり事例の写真を使えなかったんでなかなか紹介が伝わらないかもしれないんですけど、これはオンラインマージズウィズオフラインということで、自社 EC サイトでですね、まあ、スタイリングなどをスタイリスト販売員が提案しているものに対して顧客がその、まあ、いいねだったりとかお気に入りということを登録して、それをですね既存の店舗で、提案できるというようなシステムになっていて、でその既存の店舗ではサイネージを使ってですね、ミラーサイネージを使ってそこで実際に顧客が物を選んでですね、そこに出てくるものがこの EC サイトだったりとかで事前にですね調べていたものを顧客ヒストリー化して、それを販売員がアドバイスに使えたりとか、販売に営業の材料にしたりとかっていうことをですね、できるようなシステムになっていて、まあ、なので、オンラインとオフラインというものを融合させながらそれを有効活用しているという例としてありました。でまたですね、マクドナルドなんですけれども、これ皆さんご利用になっているかどうか、私は利用したことあるんですけれども、非常にまあ、コロナ禍で、列に並んだりしなくてもですね、外で待っていれば販売員が届けに来てくれるというようなものとして、モバイルオーダー、利便性の確保と、まあ、それによって注文もですね増えているというふうに聞いておりまして、波及効果もあるというものとして挙げました。で続いて SDGs です。ちょっと長くなってしまっておりますので、ここからちょっと書き足で説明させていただければと思います。で、まあ、これは皆さんご存知だと思うんですけれども、今非常に多様な世代から注目されていて、社会的な要請としても挙げられているというふうに思っております。でそれに対して、まあ、経済産業省も新しい取り組みをですね考えていこうというふうに思っておりまして、繊維産業のサステナビリティに関する検討会というものを繊維の分野では行っていて、まあ、次のページです。議論の内容としては、こういった環境配慮だったりとか、デジタル化の促進も含めて、いろんなことをですね、SDGs に関して、サステナビリティに関して考えていかなければいけないということで、昨年ですね、報告書を取りまとめておりますので、ぜひご覧いただければと思います。で、海外との関係ということで、これはデータに関しては先ほどゼロで申し上げましたけれども、欧州の、まあ、高価格製品とアジア諸国の低価格製品というものに今日本の市場が、まあ、板挟みになっていると、メーカーから見れば板挟みになっている状況で、これをどちらにシフトしていくのかということが非常に重要だと考えております。で、今の日本の状況から考えると、やはり価格競争に行くのは難しいというふうになっていて、ただやはり今グローバル化の流れからですね、だんだんと、まあ、パラダイムシフトが私は起きていると考えていて、でそれが高価格帯に対して、どうアプローチするのかっていうことで、特にデジタルを使ったアプローチっていうものが非常に有効なのではないか、デジタル
パラダイムシフトというような形で、高額単位と、まあ、今市場イタリア先ほど取られているというふうに申し上げましたけれども、そこをどう国内で言えば市場を奪還していくのかっていうのが非常に重要だというふうに考えております。で、まあ、革靴購入の状況としてサプライチェーンをここに書かせていただきましたが、まあ、これは皆さんご存知だと思います。で、危惧している状況としてはやはり材料メーカーさんだったりとかっていうものが非常に少なくなってきていて、そこを海外に依存せざるを得ないような状況に今移りつつあるというのが、もう今このサプライチェーンの中で、難しくなっている状況なのかなというふうに考えております。で、最後に今後の課題として、どういうことを考えていくのか、でその考えるまず基盤とすべきなのが高齢化と、この人口構造の変化なのかなと。で、高齢化への対応ということで市場のボリュームゾーンとなっていく、ここにどうアプローチしていくのか、でそれの、足がかりとなるのが、例えば人生100年時代が減っているような健康需要の広がり、また働き方の多様化、そういったことに対してどう川口産業がアプローチするのか、で、そのライフタイムバリューというふうに書きましたが、これは顧客障害価値ということで、簡単に言うとリピーターをどう確保していくのか、でそのためにはどういうような顧客体験を生み出していかなければならないのかということを考えないと、この層の、にアプローチするのは難しいというふうに考えていて、でそれが価格競争ではなく高付加価値化によって、その一人の顧客からどれだけのこう、企業にとっての価値を作り出して、それをどう確保していくのかっていうのが非常に重要だというふうに考えています。で若い世代の対応、これは市場としては少なくなっていくというふうに捉えられますが、やはり川口さん